回 J1 ドラフト会議本戦グループ B でーす。こんにちは。すごい温度差ありますが、あちらの方いつもこうです。いつもこうですね、はい。今回グループ B のメンバーが、はい、こちらのお二人と松田先生と、はい。何されてます松田先生は。分析してます。いや違う絶対そうですよ。バレーボールじゃないんで、今回は。いや、先生の分析してるんで、はい、編集ってことですね。ダチの編集。年の伝説の方に分析されてる。そっちの大事ですか。いや、大事それは全然大事です。人類にやっぱ警告しなきゃいけない。そういうこと。いや、ありがとうございます。YouTube 的にも全然違います。でもこの需要度合いがいやそうですそうです、はい、そうです。でまず今回1試合目がですね、猫ニラさん対ポンピーということで、はい、まずこの初戦とかこのグループのモチベーションとかちょっと一言聞かせてもらえますか。いやもうジョーさんです。ジョーさん得点をいますから、はい、私のチームには。あとはもう今回ベンチですけどクリスティアーノ選手とかこの辺いらっしゃいますからね。あのねセンターバック取りすぎ問題があったんですよ私。もうセンターバックだらけだったんですよ。長澤さんとか森下さんとか徳永さんとかですね。あと森重さんもいるし、オスマルさんもいるし、阿部選手、今度の選手もちょっとできますよね、はい、そうです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 、だからもう、8バックシステムできますから、私のチームは、はい、はい、ジョーとクリスティアーノだけに攻めてもらうってこともできますんで、じゃあ、もうジョーで取って、あと引っ込まれてるのは考えられたので大丈夫ですか、そうです、はい、一方、ポンピーさんの方は、あの前回、この全く同じメンバーのグループで突破しているんで、そう、全く同じメンバーだったんですよ、今回、はい、前回とね、ウマピーさん、そういうエミクジの結果、そういう形になりまして、はい、ポンちゃんは1位で突破したいんですよね。はい、そうです。このグループの1位は私と、はい、2位と戦うことですもんね。もしくは2位入りたいってこともあり得るんですか。何ですか2位に入りたい。入りたいですよ。いやいや、そのポーランド戦みたいな、そういう、いや僕よりも試合ってことですか。いや僕よりもタイさんとやりたいみたいな、そういう可能性はないですね。いや全試合全力でやるわけですよ、ね、こちらは。それはお願いします。何ですか。わかりませんけど。ってことは長くないですか。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ第1試合目スタートです。雑。実況席はね、こちらの3人で、やっていきたいと思います。大丈夫ですか。60万のサンドイッチで、はい、いや逆にでしょ、何でしょう。具材は2万ですけど、はい、何も緊張しないし。いやバケットが高すぎて具材が死んでますけど大丈夫ですか。はい、もうこのまま死んでいきます。具材として死んでいきます。はい、はい、こちらの3人でお送りしていきたいと思います。お願いします。始まります。いくぞー。はい、始まります。いくぞー。松岡しろー。頼むぞー。頼むぞ。頑張って。しろ。頑張って。ああ、ゴー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 。まずこちらが、ポンタールのフォーメーションということで。はい。おお、そう、ね。いや、強力ですよこれは。長崎長いってもうとんでもないツートップですよ。長崎長いっていうのこれ。大人げないと思わない。裏抜けたら、いや女王はいい。裏抜けちゃったらもういやもう一貫のことができないですね。一貫の終わり。はい、うん、だから彼はただちょっとまあ彼も割とテンパるところがありますんで、はい、このチームは、はい、私の対戦ではテンパらないですけど、ちょっとこういった、こういった場面、こういった場面だと意外に緊張してたりするんですけど、まあ、俺も結構緊張しちゃいます。はい、あ、そうですか。結構緊張しました。この間も緊張しました。あ、そうですね、はい、そういうとこ狙っていきたいですね。そういうとこやっぱ私は彼のそういう表情も見ていきたいです。猫ニラさんフォーメーション出ました、これ。はい。え、なんで見てるの。もう過ぎ去りました。盛り上がってる。ちょっとこれ俺も見てなかった。得点をいますけど。ただ先ほどちょっとポンちゃんがさんね、チョンソンリョンがね、キーパーなんで、こちらは。そうですね。はい、あ、そうかそうか。はいはい、ジョーがいますね。昔のジョーですね、これは、まあ、見た目が。あー、そうですね。あー、ブラジル時代の、はい、ブラジルです。今もブラジルです。どっかに聞かせてない。失礼しました。さあ、キックオフです。おー、ジョー対ランゲラックもあるんで。あー、いいですね。あ、そういうことですね。いいな、はい、どうチームいいですよ。さあ、キックオフです。おー、さあ、まずはフロンターレボールです。これ、前回の対戦どういう結果になってるんだろう。2-1かな。2-1でポンタール勝ってると、はい、いい試合でした、ね、いや、そうなんですよ。金崎ムーン、はい、そうぜ、全然上がってこない。あ、ゴー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 あれ、ポジションの方であんまりそのオフラインの対戦っていうのはあんまりやられてない、やれないってことですよね。そうですね、あんまり やらないです。僕らぐらいですよね、僕の外人ばっかやった。じゃあ、むしろウイレばっかやっちゃってるの、僕の場合は、はい。サイドのスペースを使います。いい形ですよ。おー、おー、かー、今、ヒゲジ来
今週まで持っていこうとしましたね。聞きゃ左ですけどね、ジョーは。失礼しました。はい。そこ読んでいたようです。いや、これやだな、ボンちゃんの逆再展開やめて。いやーやったしっかり予測していました。いや、そうなんですよ、そうなんですよ、これやめてほしくください、ボンちゃんのサイド。いやーゴ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 ー手に渡ります。サイドから攻撃でしょうか。阿部拓磨、うわボールロスなぜちょっと集中力をかけました。いやすごいワイド、怖い怖い怖い。両ワイドバックが、いやこれ怖いです。両ワイド、両ワイド、うわーゴ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 ー。誰だ、誰だ、あーさすがにコーナーは右ウィングかと思います。はい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 、すごいウィングバックのウィングバックだもんね。割と直線的なシュートでしたよね。どこを描いてる、これ松原選手のサンダーとかも大好物じゃないですか、あんな攻めて。いいです、そうです、飛び交ってますけど、はい、サイドのゲアピンを注意したいですね。いやそれか、いやこれまだ振られるぞ、これボールは庄司がクリア。いやもう先週2人連続で振られてるんだ、こちら女の子に。そうなんですか、はい、ちょっとその情報いいですか、今詳しく。だからサイドに振られる、振られ、ほら、はい、なぜ当たってしまいました。姿勢いいですね、猫庭さん、あのゲームする時に。はい、確かに確かに、危ない、危ない、田口大志、あまり見ない姿勢ですね。金崎ムーン。さあ今回そのアジアカップに合わせて、いや素晴らしいぞウィングバックが。いやーいいと入った。いやそっち行ってた。おー素晴らしい。おーよく体入れてまった。誰だ体入れたのは。全然見なかった、僕も見えませんでした。あー1回ですね、ちょっとず抜け切っているのか。相手のゴール前でパスを回します。おーおー、バカバカ。点は良かったな、精度を変えた。シュートもう一度ご覧ください。今誰だろう、上げたの柏じゃない、柏か。え、あのファー狙ってよかったですよね。でも今柏って右利きだよ ね、 ね、はい、ジョー走り込んでたんだよね、うん、ジョーを取りにしてって感じですかね、彼の考え方としては。明るいですね、先輩ですけど。井上雅彦、ソウザ、中村健吾へ。いや逆サイもここは開きますね、ソウザ。また逆巻いてます。サイドやっぱすごいやもしれない。やはりサイドから崩した。フォンターレ先生、これはきつね。長崎ムーです。長崎さんが見せてくれます。いやいいですね、抽象的な表現。ありがとうございます。いやめちゃくちゃいいじゃん、ファイバック。やはり近い距離からすごいじゃん。そうですね。いやでもこれどうですかこれ、ロマンス出てくるか、非常にこうメディアがいい数字だと思います。いやいや素晴らしい発見です。めちゃくちゃうまいですよ、本当に。素晴らしいゴール。これちょっと警戒じゃないですか。どうしようかな。いやそうですね、おそらくこの流れだとやっぱポンピーターが橋本は立ち上がってくると思う。いやいや練習のために終わらせて帰ろうとしないですか。入ったいやいやいや、ポイントは入ったいだから。あ、そうですよね。マジ、やっぱサイドからのポイントを注意してそれはもうぜひお願いします。いやこれちょっとね、小宮さんとしては痛いですね。いや厳しいですよ。あオフサイドないか、これは。マジか、このワイド止めない限りちょっと得点止まらなそうです。厳しいですね。いい抜け出しだな。動きがいいですね。いいな、やっぱ抜け出し秀でてますね。いや秀でてますよ、素晴らしい、素晴らしい、柔らかいボールタッチ。緑でしたね。水のせいでしょうか、緑今週。これ金崎初トリックあるんじゃないですか。いやありますよ、そして大会得点もありますよ。ちょっとしたらまずシュート打ちたいですよね。いやそうですよ、はい、マスターに切り込んでるんですけどね。サポートを使えそうです。シュートで終われてない。徳永雄平、今のとも非常にいい試合ですね。高橋秀人、秀人ですよ。いいですよ。お、いいですよ、いいですよ。いやー、そのままピンチの芽を摘み取りました。食いつけない、食いつけない。ここで取れないんですよ、彼の場合。
なるほどな、かなりプレッシャーをかわせすぎるよね、私とやっぱり試合これね、今逆がね、空っぽなんですよね。いや、本当は言いますよ。いや、これはこれをシュート結びつけたいが、ここでやっぱ時間使われたい。阿部拓真ね、やばいぞ。やっぱりここの守備うまいですね。あれうまいですね。そういうスポーツなんでしょうか。いや、そういうスポーツ、そういうスポーツだと思いますよ。そうじゃん。はい。いや、ここがやっぱ毎度毎度お騒がせします。ちょっと。うるせえや。空いてます、ゴールが。こちらのサイド、毎度お騒がせ。ああ。テープになっちゃった。いや、そうです。いや、僕もしてるんですよ、メガネは。スペースを受けるずるいな。預けルーペかな、これ。スペースを使います。逆に言いづらそう。確かに、一部しか見えないですから。さあ、味方も連動して動いてくる。高橋秀人。こっからね、ポンピーね、なかなかね。いや、そっちじゃないんだよな。絞ってくるんですよ、パスコースを。しかも、ブラックなんでね。いや、そうなんですよ。だから、ちょっと、そうそう、パスコースが本当にないし、こっからか。ここから、両ワイドバックすごい一気に駆け出してくるんですよね。もう、号令を出したかのように。自分で納得した。号令なんだ。いや、まあ、迫撃の号令とかね、ありますからね、KP で。あいい格好です。ゴールを奪いました。ちょっといや、これはちょっと、いや、まさかガーッと、まあ、ちょっと出なくなってしまった。技術的な問題か、うん、か精神的な問題でしょうね。どっちかしかないですよ。大体どちらかですよ。なんかメンタルスポーツやりますね。あー、違う、左右してますね。これは見事なインターセプト。また左右ですよ。イライしてくるんですよね、ずっとこう持たれると。そしたらいいよ、足元もしっかりしてますね。いやー、全然これはもう、ね、いやー、理想的な展開じゃないですか、これ。素晴らしい。ちょっとフルメンバーで入れますね、ちょっと私交代します。えっ、いや、ちょっとちょっと今のはメンバー若干落として覗いたっていうか、ね、ウマンピーさんの方が、はい、スタメンです。おー、ちょっとこれクリスティアーノ入れますね。なるほどなるほど。というのはどういったことですか。ちょっと私も言ってる意味は分かりませんけれども。4-4-2にしよう、はい、クリスティアーノ選手とオスマル選手を入れます。お、2人投入と、はい、あ、オスマル選手、オスマルこれ中盤に使うってことですか。じゃあセンターバックです。あ、失礼しました。ルバンの、うん、行くぞー、はい、食べていた、はい、ここは勝ちたいです。金崎にハットトリックさせたくない。はい、今までハットトリック多分ないんじゃないですか。ない、ない、いや、ポドルスキーが暴れました。前回あったね、そういえば。それは僕が呼ばれた。あ、マジ？いや、あなたの時です。山田さん相手に。現在の大会です。あ、僕記憶の場所で。いや、ダメです。オッケーオッケー、ゴー。そうですね、関東 YouTuber の回転。ちょっと思い出してしまう。代々木公園の悲劇がありました。ちょっとメンタル的にちょっとブレイクしてしまった。まあそれがあってね、でも、それがポイントだから、クリスティアーノ、欲しい選手って言いますか。そうですね、マスター。それでも、いやー、マジか。そこから60万ってことですよ。どこへ出すのでしょうか。カウンタータックのチャンスです。中村健吾。なんで、いいカウンターでしたが、最後は勝った。あ、いいとこ伝わりましたよ。ちょっと、だいぶ煽る感じ。感情入った。そうですね。田口大志。いや、いいパス回しですね。川崎っぽいもん、ちゃんと。いや、逆空いてますね。いや、ちょっと待ったか。ノックあるか。あー、いい出来上がりだ。おー、いいよー、ゴー、いや、白か、松岡城上がるぞ。松岡城、やっぱ今、フォーメーション変えて、やっぱね、松岡四郎ってやつですわ。松岡四郎っていうのは、私の見入れの、私の見入れのキャラです。キャラクターですね。ニワトリ隊長は全然クリス…ニワトリ隊長、坂つくもう2年前なんですよ、やめてください。クリスティアーノ、これ、良かったですね。いや、いいよ、展開は。すごい、一気にフォーメーション変えた。全然変わったね、流れが。そうですね。変わりましたよね。変わりました。ちょっと動きが全然違います。ロペ的のあのレアルの試合をちょっと放出させるようになりましたね。その、覚えたからってロペ的連呼するのやめてください、本当に。じゃあ、ロペ的言うのやめます。もうレアルのプロテクシーなんで。そうですね。
私と6年ギズちょっとあと守りたいよちゃんと、はい、あと守りたい、うん、いや点は取れないようにしないとずつ伺うってことですよね、はい、はい、いやこう前半この走り立てる立ち上がりにね走り立てちょっと点取れたらでかいですねちょっと試合はさっきでも落ち着いてますよやっぱりコンピューターね、うん、でも動揺ないですね彼もボールを回しますがなかなか崩れません。ああやっちゃった。少しは楽に。うわーマジ？おお狙ったな。いい進行でした。ラッキーラッキー。判断は素晴らしかったと思いますが精度が足らなかったでしょうか。でもさっき守備戦術をちょっと俺にないもの持ってるから幅広げてたんでそう幅広げました。いや本名やめてくださいちょっと本名ちょっとあおい本名バラしてる人いるんで本名バラしたことないですよ僕。いや何ですか今本名バラしたの出してんのかなと思ってごめんなさい。意味わかんねえ出してんのかなって。入れます入れます。猫さんの方が。猫さんの方。ちょっと攻めれないやばい。いい形でゴール前まで持ってきました。いや上に収まりました。叩いて渡すこともできます。増田近志。柏吉久美。上もあった。おお！クリア！外れます。いやいやいや。なんかちょっと中学生とかのバスケ部の人をよくしますよね。ああ確かに。ジオに怒られるお前は。実際してないですもんね今は。今はもう単発で。昔あんなしてたんですかね髪の毛。昔あんな感じでしたよ。いやマジか。クリスティアン。サイドにスペースが空いています。まあ人は殴るでしょ。ここは味方を使います。それはダメですね。丸くなられた。だいぶ丸い。落ち着いて日本に来たと。落ち着いてもうだいたい年々も年々。うわー最悪マジかこれまた去年と同じの2対1ってことチャンスを作っています、まあまあ、ありますよ ね前線で裏抜け出し前線に揃ってますしフロントあれなんかワイドですね本当に動いてますね、うん、あーここをサイド空いたかあー逆サイドクリアされましたいやうまいソーザいややらしいないやこれはエロいマジこれはきついな、ソーザかもうソーザじゃん、もうそのシュートは完全にソーザよ、ね、今のはザ・ソーザってそんな入るんいやらしいソーザじゃん、それはマジかトムさん、こういうのめっちゃ入りますからねそれは嫌ですねこういうの入っちゃうんですねこれはやるすぎーなつってタイポンから奪っただけですマジで来るよね動画では本当に使えますかいや、あの時は本当にあって顔したからなって感じだよね竹下ではまた入ったこの大会で変えたいです、そのイメージあいいけど、いいけど俺のもんだってことですか俺のもんだって74ぐらいまで俺、久保で行ってたオスマル・バルガでもちょっと応援したいですね久保、そうですね柏吉久美、旗が上がるいや、マジかこれは微妙なタイミングですねなるべく対話してですねいやー、ここはなんですか小前義明まあでも追いつけないことはないまあ、点差が追いつけない点差ではないんでこの時間ならまだこっからね、でも彼は結構時間もうまく使いながらやってくるようなパスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしていますうまくなりましたねいやー、それにしてもパスをつないできますねそうですね狭いところでもしっかりパスをつなぐという意思が見えますね次戦も大切することになりますんで、いやまだわかんないですよ。高橋秀人ちょっと諦めもうありますけど、いやいやそれはいやいやさ、
無記録入ったよ。いや、マジで我々、我々の違いはなかったことだ。あ、なるほど。両チーム合わせてもトップクラス。すげえな、川崎からだけ。いいですね。あ、そっちは、持ち上げなきゃ。いくつだっけ、ノリ。あの、お好きなハッピーターマン。おぉ。いいですね。これ、いろいろ私の、これ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 、ハッピーしたいですね。白い粉だと決まるので。そうです。どういう味なんで、はい、粉は。サイドへパスを出します。失礼します。すいません。あ、うまい！うまいぞ、そのパスは！竹内さん、いやー、黄色だ。竹内さん？今のコーナーキックを獲得。ちょっと、もう一枚行きます、交代。やっぱアルビレックスのスポンサーだけありますね。いや、やっぱ決まりますよ、この白いコーナーは。誰が入ってますか？山根。山根！私から強奪した。僕はベンチの送り出でした。松村。じゃあ、いいじゃないですか。あ、やばい。いやハットトリック？ふざけんなよ。マジか。顔が腫れてますね。顔パンパンですね。中毒性がやばいですこれ。やばいじゃん。ちょっとこれはネコスリーもグループリーグ突破に黄色信号。本当ですよね。本当に。いやでもやっぱ残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。足でも頭でも阿部勇樹、クリスティアーノ。いや今日全部頭左に。頭左に右足の足な。サッカーのサイクルヒットみたいな感じですね。いやマジ？カウンターのチャンスです。今は金崎健介。いやーやっぱね。金崎。いやこれは早いぞ。金崎の。足する余裕が出てきそうだね。いやこれはやばい。ケンさん。ケンさん。俺が作ったやつが似てる。この前のシュートも長いですか？やっぱ長いの抜け出しもエロいなぁ。いやぁ、ほんとちょっとこれポンピーティー仮にやることだったら戦い方考えないと。いやこれはもう半分長いのゴールですね。いやそうですそうです、6割7割長いって言っていいんじゃないですか。チョンソン力かわいそうになってきました、ちょっと私のせいで。5対1って誰が予想したんでしょうか。藤田誠也プレゼーション、本当に2、3週間触ってないんですよね。2、3週間も不安ですね。いや、マジ触る気なかったということで。いや、あったんですよ。ただやっぱ国民に今の日本、世界の情勢を伝えたかったんで。そうですね。警告していただきたいなと思います。60万人の方もそうですね。ここは阿部がうまく読んだ。ただ、もちろん今日の試合はもちろんここはしっかりクリアされました。今まで感覚をね、より起こして。いやクリアしましたが、相手に渡ってピンチが続きます。いや、4点差がえぐいな。いや、えぐいね。いやー、いやりますね、でも。いやいや新しいサッカーを持ってましたね。差がつくとは。ありがとうございました。これはいや、めちゃくちゃ強いよ、本当に。いや、ショーゴールじゃなくて。めちゃくちゃ強い。面白い。これだって練習してきたのに。ちょっと話してみましょうか。でもこれ仮にさ、ポンちゃんが1位通過したら、あの準決勝でコアロンとってことなのね。そうです、不戦勝になります、僕は。不戦勝？あの不戦勝って何だ。前回使った汚い技ですよね。はい、私に前回。いや、じゃあそれではリアルに勝ってますから。やめてください、不戦勝やらではないですね。 PK 戦まで行った名勝負のデータは。どうでしたか、ポンピーとしてはこの初戦のまず 5-1 という非常に素晴らしいスタートですけど。いやー、坊さんに結構ハマってますね。ハマってますね。ただまだね、全然突破の可能性ありますんで。はい、頑張ります。ちょっと次お休みいただいて、はい、最終戦かけましょう。はい、よろしくお願いします。はい、1戦目は5対1、ポンタレ勝利でした。コハロンのこと気になる人はここのボタンを押して、バモバモバモコハロチャンネル登録しようよ、このボタン止まらないぜ、おーコハロン。